駅、神戸より踏切道から見た駅構内踏切。2番線に差し掛かる形で設置されている。大塩駅は、兵庫県姫路市大塩町矢座右側前にある、山陽電気鉄道本線の駅。駅番号は、SY35。姫路大学前の副駅名が付く。上り直通特急は、姫路より一両をドアカットする、島式ホーム2面4線の地上駅。 駅舎は全路北側神戸寄りにあり、各ホームへは校内踏切で連絡している。ホーム庁は、下り1.2番線ホームのうち1番線側が6両、対応、上り3.4番線ホームのうち3番線側が5両、対応だが、その他の2番線側、4番線側はいずれも4両対応。元々は上り、下りともに、ホームの長さは4両分程度であった。 ただ、駅ホームの神戸方、姫路方のいずれにも直近に、踏切道があり、さらに2から4番線の最も神戸よりに、先日の校内踏切が、下りホームに差し掛かる形で、設置されているため大掛かりなホーム延伸工事が、難しく、特急が、編成増強により、6両化した1991年4月より、現在に至るまで、ドアカットが実施されている。 当初は上り下りとも、ドアカットを実施していたが、後1番線側のみ6両分程度にまで延伸した、ため下りは、ドアカットを解消したが、上り3.4番線ホームについては3番線側で、1両分を延伸するのが限度で5両分程度しか、なく、上り6両編成の列車は3番線側で、最後尾の1両が、ホームからはみ出して停車している。 2019年より、ドアカットの解消を目指して、駅改良工事が実施されており、駅舎の強常化工事が行われている。当初は2021年3月に強常化する、旨アナウンスされたが、コロナ禍で作業時の密を避けるために工事が遅れており、強常駅舎の完成は1年ずれる見通しである。駅南側に保守用側線があったが、駅改良工事に伴い、 2019年より、駅東側に移設された。1番線、2番線から、明石方面への発車も可能で、実際に2009年3月19日以前は1番線で、折り返して発車する東駅始発の上り列車も、設定されていた。またかつて設定されていた、東駅止まりの直通特急と山陽特急は1番線、到着後、東二三車湖まで折り返し改装していた。 乗降者数4766人、山陽特急一部停車駅の荒井駅より利用者が少ない。また、赤市西の特急停車駅では最小の値である。以下に各年の乗車人員を示す。上等、バスン系統あたり駅からやや北側に離れた場所に、大塩駅北停留場があり JR 曽根駅まで運行されている。ありがとうございます。